皆さんこんにちは、グレイシティゴスペルクワイヤーです。皆さんぜひ今日はリラックスしてたくさんの、出し物を楽しんでいただけたらと思いますけども、まずオープニングは私たちゴスペルクワイヤーが賛美したいと思います。今回のテーマ、隠れた美ということですけれども、この隠れた美というテーマとゴスペルをどのようにつなげたらいいかなと思っていろいろ考えたんですね。でその中で、私がパッとこうひらめいたのが黒人霊歌でした。この黒人霊歌を歌うにあたって、今日ここにいるアビが、アビのその育ったふるさととその黒人霊歌がすごくこう結びついている、関連してるんですよね、その土地とね。はい、そうですね、私は3歳の時、家族で、ミシシッピ州に引っ越してそこで育ちました。まあ普通に友達と遊んだり、その辺の近所たちは、みんな黒人でした。いうのに育ちましたが、だんだん大きくなると周りの世界に、白人と黒人の間は隠れてる壁とか差別があるとだんだん気づいてきました。まあ大人になっても黒人の友達と一緒にお店に行く時とか、彼女は一人でカウンターに行くと完全に無視されてる、全然サービスがない、黒人のねお友達が、そうですね、私を一緒にそのカウンターに行くと全然違う顔をしてくれる体験もありましたし、まあ、逆に私たち二人は黒人ばっかりのところに行くと私は逆に無視された体験もありました。だからまだまだ続いてますね。本当にまだ黒人霊歌は本当に随分前のことですけれども、黒人霊歌が歌われていた時代っていうのは前のことですが、でも私たちが今こうやって生きている中でも、今現時点でもまだそういう差別とか、そういった苦しみとか問題がまだまだ溢れてますよね。で私たちこうやって日本でゴスペルを歌ってますけれども、なんか私たちの中にもその共通する部分があるのかなと思うんですけど、アビがこう、ね、日本に来て何かこうやってゴスペルをみんなで歌ってますけど、そうですね、日本で、まあ、共通しているところは、多分まあ、昔の時代の音楽でも今の現代のゴスペルの中にも痛みと苦しみは流れていますね。でも同時に喜びと希望も溢れてるといつも感じると思います。私一番感動するのがその時代の苦しみと悲しみ、本当に絶望的な時代の中でこんなに希望、平和、喜びあふれている音楽が生まれてきましたのは、それは本当に素晴らしいと思います。その黒人奴隷の時代も本当に苦しみの中で賛美をしながら神様に希望を持って、 そして神様がその痛みや苦しみから解放してくださるっていう、 その思いできっと賛美してたんじゃないかなって、ね、本当になんかいつものあるテーマは神様と共にいる。だから逃げることができてもやばくなる、本当に殺されても何が起こっても神様と共にいると確信があるから、その美しみなんていう希望があります。今回私たちが賛美する曲、黒人霊歌ですけれども、詳しい曲の説明はプログラムの中に書いてありますので、ぜひ皆さんご覧になっていただきたいんですが、その歌詞の中には詳しいその意味っていうのは実はなくて、その裏に逃げ方とか、それから神様が私たちをその場所に連れて行ってくれる、そしてそこで解放してくださるんだっていうふうにこう歌っている、その2つの意味が
あるんですよね、うん、そこに私たちはその希望や神様からの解放というのが隠れたそのゴスペル、うんうんうん、今回の黒人霊化の美しさとしてね、そういうふうに思って今回この曲を選びました、はい、ぜひ皆さんこの本当に人生にあって苦しいこととか問題たくさんありますけれども、でも私たちがこうやってゴスペルを歌い続けているのは、あそこに神様からの愛とか励ましとか力をいただいたり、それができるからこういうふうにゴスペルを歌い続けているんですね。ぜひそのことを皆さん今日感じたりまた受け取ったりしていただけたらと思います、はい、それではぜひ聴いてください。Got me for to carry me home. Abandoned.
yeah, yeah.